まあ、絶対に世界で頂点立つんで見ててください。日本人初の UFC チャンピオンってなったら結構えげつないと思うんですよ。リンヤ君と僕だったら絶対なれると思うんですよ。これからの本当に選手を応援していって夢の舞台になるような、そういう舞台を作っていきたいと思っています。僕ら自身もなんだろうな、怖いんだけどこの試合見てみたいって。いやマジで興奮止まんなかったっすよね。とりあえず圧倒的にっていうのを見せたいですね。これを乗り越えないと先がね、リンヤの目指してる舞台にたどり着けない。やっとなんかこの MMA ファイターとして自分が本当に世界でどこの位置にいるのか分かる試合にはなると思いますね。今日ちなみにどういった練習なんですか？今日は寝技だけですかね。はい、グラップリングの日ですけど、午後は X ファイトに今日毎日します。お願いします。どうす、まあそれは完全に東京あ、ブレイブから今年のシュートの開幕戦、会場で見てたんですけど。あ、マジですか？なんすか、なんかインパクトのある勝ち方ができたんじゃないかな。まあでもやっぱ、まあ負けといてはなんか、まあ次ですよ、次。4月が楽しみです。前来られて、ファンでまとめられてると。自分のこの下の足、右足を、ほら、押してきて。で、この後ろ向かずに相手をしっかり見たくて。相手に、バーって前来させることで、これをやりやすくする。これが弱いと相手もバランスいいし、大丈夫です。あ、今日はちょっと、あ、ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、すいません。でかいってやったらさ、よいしょ。よいしょ。あとはさ、すべてに力入れすぎ、すべての一つ一つの行動をしっかりしてるから、徐々に。で、形作れたなと思ったら100杯入れてくる。わかりました。ゼロから100いかない。はい。70ぐらいまで持っていけ。わかりました。ありがとうございます。はい。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。お願いします。ここに凄腕が。すごい腕がいます。週一は、はい、入れたいんですけど、でも予約が本当に取れなくて、こんにちは、お願いします。お願いします。乗るの分かる。うわー、めっちゃ乗りやすい。手を振って、手を振って、
テレビ知ってる。あ、いや、決勝でもいい。あ、決勝でもいい。いつからここに通われてるんですか？ MMA 転校してすぐなんで1年、2年ぐらい。4月で2年ぐらいになるかなって感じです。オーディション全然前から。はい、そうです。僕が今まで3回連続で KO できてるのは間違いなくここのおかげです。ありがとうございます。間違いなくです。ありがとうございます。はい、クリスで、はい、8回さ、2、3、4、5、はし、2、3、4、5、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、お腹に出てる9、はい、10、足伸ばしていい？そう、そこまで、はい、戻す、はい、せーの、はい、股関節しっかり伸ばしきる。そう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 、そこ、はい、はい、2、さあ、頭の位置気をつけて、はい、3、はい、4、はい、5、そうです。上から動いても下は絶対ついてこないから、下から動けば上は絶対ついてくるから。他のトレーナーさんだったら絶対 OK 出てるフォームなんですけど1センチ首がとか本当そこっすよね。でも違うのは分かるでしょ。はい、いや、もう本当そ、でもそこを修正してもらえるだけで終わった時は全然違うんですよ。腰下から突き上げるようにしてもらうし、はい、5、はい、6、いろんなスポーツ選手見させてもらってですけど、みんな、みんなこう、どっかしらで取材を受けても、どんなことやってるのとみんな説明できない。うまく説明できないです。感覚とりあえず体幹のは、こう、まあ、ちょっとうまく連動させるような、なんですかね。F1 カーなんで、チューニングしないといけないんですよ。ちょっと右は伸びやすくなったかな。伸びやすいですね。ドライブもできる。ごめん、ちょっと一回歩いて。はい。じゃあ、この後はどこに行かれるんですか？この後家に戻って準備して午後練習ですね。エクスファイトで、はい、MMA のスパーがあるので、はい、それに行きます。デビューしていろいろ注目を浴びてきて、そうです、ね、今までをこう振り返ってみて、はい、何か思う。積み上げて試合の結果だけ見れば、切り取ってみるとすごい順調かなと思うんですけど、でもまあなんか日常の練習のやられたとことか、なんか悔しかったとこがやっぱ常に印象にあるというか、そこにすごいスポットが当たるんで僕の中では。けどなんかまあ本当僕は才能ないんでマジで、ああいう1センチの誤差とかをもう本当に考えて考えて作っていってきたんで。ハリアさんとはどういう関係なんですか？あ、でもプライベート結構一緒にいますよ、はい、なんか普通にご飯行ったりお茶したり。そうですね、でもなんかお兄ちゃんみたいですね。いろいろ教えてくれます。はい、だからリンヤさんいてすごい助かってます僕は。はい、弟かな。可愛い、まあ、まあ可愛いですね。いい、うん、弟的でもありチームメイト的でもあり。そうっすね、可愛い、可愛いっす。え、マスクピースマスクピースじゃなくてパイプでもしても。今日はあの外部の選手もここから混ざって参加して練習するんですか？そう、出稽古で、はい、来てくれるってことだったので。まあ、なんか無敗の鶴谷玲君と、はい、UC 契約した平君と、あの女子の朝倉環奈ちゃん、すごい豪華な本当っすよね。勉強してもらって、はい、
ガンガン当たって勉強してください。よろしくお願いします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 。選手は、その試合でも見てて思ったんですけど、フィジカルモンスターだなって思いました。とりあえずなんか体幹とかその力が強くて、あとパンチがやっぱりまっすぐですけど、ポイントポイントで当ててきてうまいなって思いました。やっぱ中村リア選手は、本当に、まあ、打撃とその組のつなぎとか、打撃もチラシとかもうまいですし、あと組んでからのスクランブルとかがめちゃめちゃ強いなって思いました。こっち折るときはバンバン来てほしいです。行きたい。やっぱチャンピオンすげえなって思いました。同じ同級生たち、まあジムとか所属は違うんですけど、すごい刺激もらってるんで、同級生として。でももうそれはもう試合見て、年齢とキャリアと完成度の高さ見たら、もうそれは契約でしょうとは思ってたんで、なんかそうですね、触れたのはすごい嬉しかったですね。いい刺激になりました。はい、大変いい刺激になりました。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。写真撮るの？山田写真撮る？めっちゃいいじゃないですか。3、2、1、 OK です。2人とも本当に順調に仕上がってきてるなって、まあ、あとパウンドストーンまで 1ヶ月ちょいではあるんですけども、コンディションもよく、まあ、動きも、まあ、本当に良くなってきて、でその記者会見を開いてから、でパウンドストーンがこうやってやるっていう皆様になんか伝えてからはやっぱりまたもう一段階集中力というか、なんか背負っているものであったりとか戦いに対してどんどん研ぎ澄まされていってるっていう感がこの2人からは感じますね、うん、まだ3戦4戦ぐらいの選手がセミメインとやるんで、普通じゃ考えられないようなプレッシャーを感じると思うんですけど、世界に向かっていくっていうそのための舞台なんで、気合い入れて生き残ってほしいなと思います。まあ簡単な試合にはならないと思うんですけど、それこそ今まではまあ KO とかそういうので上がってきてるんで、ちょっとしっかりと
世界のレベルを感じて、それを感じた上でしっかり乗り越えてほしいなっていうふうに思います。興奮ずっとしてますねもう、はい、興奮しかないですね。もう本当にそうですね。怖さとかも何もないですもんね、はい、失うもんないじゃないですか。自分って挑戦するだけだと思ってるんで、はい、その総格闘技始めて新たなスタートじゃないですか。やっぱりそれがあって、やっぱボクシングも、まあ、実際負けてしまってこうな自分の夢がなくなってしまったんで、次はもう同じことしたくないっていうのが、だからもうずっと勝ち続けて、やっぱりその勝ち続けるためにもいろんな工夫してしっかり練習も考えながら やっていかないとなって思います。勝ち続けて目指す先っていうのは、はい、USC のてっぺんですね。 USC のベルトです。ドリーマーズから始まって、まあ、結果だけ見ればすごい順調だと思うんで、そのなんだろうな、すごい勢いで来てると思うんですよね今。これを食ったらさらに勢いがつくと思うし、ここでこけたらまたちょっと遠回りというか、良くも悪くもその日の自分が出ると思うから、結果がどうなっても受け入れられるようにその日まで作っていくしかないですよね、はい、自分が思ってるよりも思ってたよりもすごい速いスピードでことが進んでるんで、自分もそれに追いつかなきゃなと思って、努力のレベルもさらに上がってますし、なんか周りからのその注目だったりとか、はい、期待だったりっていうのは、りんやさん自身も感じたりしてますか？じわじわやっぱ外で声かけていただくこととかも増えてきて、まあ、こうやって憧れてた背中からそういう背中になってきてるんだなっていう自負が少しずつ感じて、なんか時代がこうやって繰り返されるんだなっていうプレッシャーだとかではないですよ。もう全部背負って、背負えるもん全部背負って楽しんで、はい、見せてやろうって感じですね。改めて夢や野望は、 UFC のチャンピオンですもちろん、はい。Thank you.